渋谷区は東京の都内駅の駅ホームを防止する条例が
乗員に関する人の話は聞かないようにしましょう。
ことは次の日に、こんなことが平気で行われているわけです。農業もそうです。種、漁法の改正という法律で種を簡単に取れなくなる。外国の穀物会社、欲しい穀物会社の種を買わないと農業もまともにできないようになる。食料なんて外国から買ったらいいんだ。そんな高いお金で買ってればいいんだ。これ選んだもん。本来は種を拡大して農業を支援するのが国とか全国欲しい行政の筋なはずだ。しかしそんなことやらない。全部受けつまえば勝てだろうと思って行く人たちがいる。漁業組合もう漁業組合に外国資本が買えちゃうでしょ。漁業権を大事が買えるんですよ。